伝統と革新が交差する東京交差点ワンモーメント。東京にはさまざまな伝統と革新が息づいている。お化け屋敷プロデューサー五味弘文、日本全国で100本以上のお化け屋敷を手掛け人々を怖がらせてきた。お客様が怖がりに入ってきてるわけじゃないですか。なのに自分がいかにして怖がらずに済むかってことを考えるんですよね。怖くないと楽しくないっていうのがお化け屋敷なんです。日本中を恐怖に陥れる五味弘文のワンモーメント。お客様が悲鳴を上げたその直後に笑ってくれたりとか、拍手してくれたりとかっていうその瞬間、それが一番の喜びの瞬間ですね。僕にとってもお客様にとってもいい瞬間じゃないかなっていうふうに思います。大学を卒業後、劇団で作・演出を務めていた彼はアルバイト先のイベント会社でお化け屋敷を始めることに。お化け屋敷を大人向けにやったら面白いんじゃないかって企画を考え、そしてそれをやってみたところ非常に評判が良かったので、また来年また来年って言ってるうちにここまで来ちゃったって感じです。お化け屋敷にストーリーとミッションを取り入れ新しいスタイルを生み出した。赤ん坊地獄っていうお化け屋敷があるんですけど、入り口のところで赤ちゃんを渡されるんですよ、お客様は。で、この赤ちゃんを出口にいるお母さんのところまで届けてほしいと、これがミッションなんですね。お化け屋敷っていう怖い世界とお客様がなんかちょっとこう密接に関係性を持つ。お化け屋敷って想像力の産物なんですよね。暗闇の中でどれだけこう想像力を膨らませられるか、そのためにはいろんなこうきっかけを与えることでどん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 こう想像力が膨らみ、想像力が膨らむってことは結局怖くなるっていうことなんですね。怖いっていう普段は体験できないような楽しさにたどり着くっていう、この部分が他のエンターテインメントと違って面白い部分ですね。彼の愛する町、それは高円寺。まあ古本屋にブラブラ行って、そこで買った本をお気に入りの喫茶店行って読んでみたりとか、ちょっとうちに持って帰ろう、あそこでケーキ、ああこのケーキ買ってったら喜ぶだろうなとか、ちょっとお腹空いたらあそこで天ぷら食べたり、ああそこ行ってここ行ってここ行ってこれ買って、もう一つの地図としてパッと浮かぶぐらい体に染みついちゃってる、なんかもう自分の第二のふるさとみたいな感じです。新たに挑戦したいことがあるという。最近海外のお客様多いじゃないですか。で、実際にたくさんお客様入っていただいて、その反応もすごくいいんですよね。だからこれはちょっと海外で日本風の今やってるスタイルのお化け屋敷をやってみたいなっていうふうに思ってますね。次は世界を怖がらせろ。この番組は一人一人と生きる街東京都の提供でお送りしました。